J-Wave 81.3 FM.今夜もこちらのコーナーやります。浜子のウェアね、ちょっとゆうかさん笑いましたけどね、ちょっとこうマンネリ防止のために言い方は変えていかないとなと思いまして今夜は、これ実は出張編を早稲田祭でもちゃんとやりました。恋愛をテーマに話しましたけど、浜子の部屋も特別編を早稲田祭でやりましたので、今夜はその早稲田祭バージョンをね、お送りしたいなと思ってます。よろしくお願いします。岡本図の浜岡本がナビゲートするラジピディア、 Don't stop my love、 恋を止めないで、今夜も2時までよろしくお願いします。西尾ゆかりです。毎週日曜夜9時からは、様々な時代の扉を開き、歴史や文化、そして伝説を作ってきた人々にフォーカスするザ・ヒューマン。今週は独特の掛け声とともに世界中にカンフーブームを巻き起こしたブルースリーにフォーカス。ゲストは関根勤さんです。日曜夜9時、お楽しみに。Tips for happy living. Let's think together.81.3 J-Wave Rajipedia。 はい、ブルースリーにフォーカスを当てた番組のゲストが関根勤さんというナイスキャスティングですねすげえ CM で笑ってしまいましたけど、岡本と生岡本がお送り中 J-Wave Rajipedia。 今夜はですね、先日早稲田祭で公開収録した模様を お送りしてます。で、木曜日ラジピディア名物のこのコーナーもですね、早稲田祭でやったので聞いてください。浜子の部屋。皆さん最初に言ったことを忘れずに盛り上げてくれてありがとうございます。本当に、このコーナーはですね、まあ一応設定上なんですけども、浜岡本の彼女の浜子がですね、まあその彼氏の部屋からですね、レコードを、アナログレコードを、こう勝手に持ってきてですね、まあ、みんなでラジオの電波に乗せて聴こうじゃないかっていう、まあ、コーナーでございまして、基本的にはまあ CD 音源をラジオ中にかけてるんですけど、このコーナーだけは僕の私物、僕って言っちゃいましたけど、まあ、私物の、レコードをね、まあ、レコードっていうのそもそもみんな触れる機会がそんなないだろうってことで毎週やってるんですけども、まあ、せっかくなんで、いつもコーナーでは喋らないような基礎的なことからちょっとお話ししていこうかなと今日は思ってまして、ちなみに僕私レコードで音楽聴くよっていう方いますか？それはもう年齢関係ないんで。ああ、でもやっぱそんなにいないよね。だって上げる手ももうこれぐらいだもんねそっか。まあここに今持ってきてる、まあ皆さんなんか絵とかで見たことあったりするでしょ？さすがにレコード、アナログレコードっていうのは。まあ、これは7インチっていうサイズで、12インチっていうもうちょっとでっかいやつが、もう一枚あります。まあ大きく言うとその2パターンあるんですけど、これは、想像するとわかりやすいのは CD でいうシングルです。こっちの片面に1曲、こっちの片面に1曲っていう風に、まあ、作られてまして、このビニールに溝が掘ってあって、その溝を針で、この針でターンテーブルの針でなぞると、まあ、音が鳴るっていうものなんですね。まあ、分かりやすく本当に大雑把に言いましたけど、今日はこんなにこうせっかく学園祭に来たのにあんまりそういうテーマで選んできてないですが、今日はまあカバーの魅力みたいなものを持ってきました。まあ、もう今レコードであって CD になってないっていうのもすごく少なくなってきてるんですよね、実は。だからやっぱレコードじゃ聞けない音、レコードじゃ聞けない音楽っていうのはなくなってきてはいるんですけど、
まあ、レコードじゃないと味わえないその、まあ、音質とか音圧、よくその音がいいって言いますけど、それもね、もう脳の耳の感覚ではあるんで、さっきもちょっと聞いてもらってこうブツブツみたいなのが入ってたでしょ。あれもまあノイズといえばノイズなんですけど、まあ、それを良いとすればというとこもあり、まあ、いわゆる温かみのあるというとこもあり、シーナ&ロケッツというバンドがいまして、まあ、ちょっとご存知ない方はあれですけど、そのシナロケの鮎川さんというギタリストの方がレコードの魅力って何ですかっていう質問をしたときにですね、音が目に見えるからだって言ったんですよね。それはまあこの溝のことなんですけど、それってやっぱりもう CD とかにはないじゃないですか。その溝で音がわかるっていう。例えばベースソロとかになるとレコードって面白くて細かい溝があるんですけど、ベースソロわかるんですよ。あ、ここにドラムのブレイク、あのドラムだけになるところがあるとか、だからそういうところもすごく僕がレコードが好きな一つの理由なんですけどね。というまあちょっと本当に浜子キャラがどこに行ったのかというそんな感じで今日は、カバー曲を聴いてもらいたいので、まず原曲の方から、まあ、さっきねちょっとかけたんですけどね、すっごい家みたいな感じになってきたりな。この曲知ってるっていう人、おお、いる。あ、ごめんなさい、一人で。この曲知ってるっていう人、おお、いる。あ、ごめんなさい、一人で。スモーキーロビンソン&ザ・ミラクルズという、まあ、グループのザ・ティアーズ・オブ・ザ・クラウンという曲なんですけど、まあまあ、モータウンミュージック、まあね、モータウンって言われてもちょっと分かりづらいと思いますけど、まあ、まあまあまあそのなんていう会社の名前であり、まあ、皆さんジャクソン5とか知ってるでしょ。マイケル・ジャクソンとかね、あれはもうモータウンのアーティストですからね、まあ、そういう、まあ、皆さんが知ってるようなアーティストもたくさんいるようなレーベルの、まあ、これは60年代の曲です。で、まあ、このスモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズの The Tears of a Crown、 まあ名曲なんですけど、この間僕がレコード屋でレコードを掘ってたら、全然知らないんですけど、知らなかったんですけど、 Tears of a Crown というタイトルの、またこの7インチがバッと出てきまして、まあ、こんなタイトルの曲はもうあれ以外ないだろうと思って、こうクレジットを見ると作曲人も一緒で、あ、ちなみにこの曲スティービーワンダーが作曲にかかってます。一個うんちくみたいなことですけどね、でここにもまあワンダーという風に入ってたんで、あ、これはカバーだなと思って聞いたらベラボーにかっこよかったので、今日皆さんに聞かせようと思って持ってきました。ザ・ビートっていう、まあ、これちょっとスローで分かる人は多分あんまりいないけど、まあ、ツートーンっていうまあレーベル、有名なあのスカのレーベルですね、でから出てるスカバンドがこの曲をカバーしてるんですけど、まあカバーってね、原曲よりかっこよくないとっていうある種使命感がある中で、このカバーはめちゃくちゃかっこいいなと思って、ね、マジでツが長い、早くかけろっていう感じですけど。すいませんね、長くなっちゃって、だんだんみんなの声が聞こえなくなってきて、すげえ一人で喋ってる。じゃあ聞いてください。ということで早稲田祭の模様をお送りしましたけども、どうですか、浜子キャラを忘れた素の浜岡本の説明ね、えなんかこうたどたどしくて可愛らしかったですけどあの実際は本当にこの倍ぐらいこの時間をこうなんていうんですか、たくさん喋りまして使わせていただいて、あのなんか今ツイッターでもあれ、あの当日の説明ですごい興味が持てましたとか、今来てて嬉しいなと思って、もっとねこうたどたどしくもっと長めに喋ってましたけどね。あとは最近あの僕その
さっきの畑さんのでも言いましたけど、こう自宅でこう、まあ、簡易的ですけど簡易的な、レコード作れるような機械を手に入れまして、あのセクシーボディをね自分の家で吸って、この日に来てたお客さんにだけそのセクシーボディの、まあ、レコードというかそのシートに近いんですけど、それをかけてみんなに聞かしたりとか、なかなか楽しい、こうね、普段のこの浜辺の中での浜子の部屋でもこう相当15分くらいやってたんですかね、結構な時間割いてやってて、なかなか楽しい時間でしたね。僕もああいうことは普段しないんでね、僕だって私、こんな感じで浜子が来週もとっておきの一枚を紹介するから覚えておいてください。以上、第もう34回目の浜子の部屋でございました。